函館には佐藤邦夫さんという立派な版画家がいらっしゃいました。ここですね、宮沢賢治の童話の世界を木版画で、彫り続けているわけで、まあ絵本が売れないという昨今もですね、まあ、去年おととしですかね、こうやって続々と、まあ、これここにあるのは2冊ですけどもね、6冊ほど、賢治童話を出版されたわけですけれども、こういう童話ではないのですけれども、まあ、縄文研究家という、ね、その顔も持つ佐藤邦夫さんの、縄文本というのを出しております。第1作目が、3年ぐらい前ですかね、出しました。妄想家大発見家、亀ヶ丘土器には甲骨文字が刻まれていたという、まあ、長年、まあアカデミズムとは違う立場で、縄文の、研究をされてきた佐藤邦夫さんの独自の説といいますか、縄文人の心を解き明かした本であります。縄文の、土器土偶には、まあ、様々な造形があるわけですけれども、どちらかというとアカデミズムの方々はですね、それは単なる装飾であると、意味はないというふうに、まあ切り捨てられそうですけれども、まあ、佐藤さんによりますとね、そういう絶対にこの造形というものには意味があると、文様には意味がある、そこには縄文人の心が込められているということで、長年土器土偶その他を観察して、まあたどり着いた、そういう縄文人の心という、まあ解説した本で、まあ、縄文とは何だろうという、そとか、まあ縄文と世界文化のつながりについて知るにはですね、なかなか面白い本かと思うのですが、まあ、最初から順に読んでいって、その積み重ねで理解するというような構成になっておりますので、まあ、ちょっとはまあ根気のいる部分もあるかと思います。まあ、そこでですね、この第2弾は、まあ、言ってることは一緒なのですけれどもね、もっとまあ一話一話読み切りで分かりやすくと、例えば、まあ、縄文でも一般に知られたこのタイトルにあります「遮光器土偶」ですとか「出産土器」「赤ちゃん土偶」、これ土木型土板なんかもあるのですけれどもね、つまり一体何なんだろうという、その、まあ、すぐに分かる。とりあえず各話がですね、3ページ完結ということで、興味あったものだけですね、読んでいく、たどっていくだけでも、3ページ読めば一つのことが分かりますのでね、非常にまあ入門編としてはとっつきやすい構成になっているかと思います。ここにあるのは、まあ普通の本のように見えますが、これはオンデマンド印刷という、まあ簡単に、冊子ができるという印刷で作った、まあ PR 本の紙本です。この本はですね、電子書籍で、買うというのは基本となっておりまして、今4つほどのですね、電子書店で買えるようになっています。で、まあ中にはですね、中身がですね、立ち読みできるという電子書店、本店堂なんかそうなんですけれども、がありますので、ぜひですね、中ご覧になってください。とりあえず、それだけだったら、ただで読みますのでね、それからぜひよろしくお願いいたします。新函館ライブラリのホームページから入っていただきますと、まあ、こういう感じですね。コンテンツですね。ここに、立ち読みというところがあります。はい、クリックをしてみますとですね、トントン、出てきまして、こういう形でですね、まあ、座りの部分が読めるようになっております。ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあ、先日はですね、地元の、北海道新聞の、夕刊の、ついていきます南風というところでもご紹介いただきまして、こういう形でですね、こちらに、佐藤邦夫さんが出てますね。縄文時代あれこれ博士と玉が紹介。それで、まあ、先ほども申し上げましたが、独自の説、分かりやすくと。
ここでまあ、タマというのが出てきましたね。実はこれは、猫の弟子のタマと、佐藤邦夫さんの共著ということになっています。まあ、タマがどういうことを言うのかというのも含めて、まあ、興味を持たれた方、ぜひちょっとサイトの方を覗いてみてください。よろしくお願いいたします。